ワルダモンは策略の能力を持つ極め悪魔だね。必殺技はザータンムッド。本当に卑怯なやつなんだぜ。それじゃ今日のアプリ格言、勝負は正々堂々と。俺は絶対あんな戦い方はしないし。え、それ見えるもんの喋り方だし、ひょっとして俺たち操られてるのかもだし。だし、アプモンデータラボ、今日のアプモンはダンテム。お前たちの覚悟受け止めた。小締まり用心、ダンテモン。やっぱりかっこいい。怪しいやつはあの剣でバッサリ真っ二つ。僕たち通してもらえてよかったね。怒るとめちゃ怖いからな。今日のアプリ格言、戸締まり門番にご用心。ダンテモン強い。アプモンデータラボ、今回はアルティメット4。あいつら超嫌なやつだったぜ。そしてとっても強かった。極みアプモンのみんながやられるなんて。僕らを助けるためにユージンも。あいつら絶対許さねえ。んじゃ今日のアプリ格言、本当に強いものは優しい。必ずユージンを助け出そうぜ。ミュージモンたちもきっと無事に決まってる。うん、みんな待ってて。アプモンデータラボ、今日のアプモンはバイオモン、ビューティモン、フェイクモンだよ。バイオモンは人間をデータとして解剖するのが大好きらしいぜ。ビューティモンは美容のアプモンなんだけど、戦いでは肉体派みたいね。フェイクモンは偽装のアプモン。小バカにされてるみたいでマジムカついたぜ。今日のアプリ格言、強敵の存在が自分を強くする。パワーアップした勢いでドッカンといくわよ。アプモンデータラボ、今日のアプモンはガリスモン。そう、アプモンじゃないけどクラウド。ガリスモンは言葉巧みに人を操る頭脳派のアプモンだ。そしてクラウドの正体は雲龍寺ナイトさんだった。ナイトとクラウド、キャラ違いすぎだろ。今日のアプリ格言、キャラ作りはやりすぎ注意。カルもキャラ作ってみたらどうだ。アプモンデータラボ、今日のアプモンはデウスモン。デウスモンは全能の神アプモンだ。ブートモンが神グレードを解放したことで進化の道が開かれた。つまりハックモンも神アプモンになれるということだ。ああ、今日のアプリ格言、進化の先にさらなる進化がある。迷える子羊よ、神が願いを叶えて信ぜよ。はじめの卵焼きがうまくできますように。アプモンデータラボ、今日のアプモンはデブートモン。再起動の能力を持つ神アプモンなんだ。リヴァイアさんはリブートモンによって再起動した。まさかリヴァイアさんがアプリアライズするなんて。でも俺たちだって負けてないだろ。うん、神アプモンの力で立ち向かおう。今日のアプリ格言、疲れた時は早寝早起き再起動。おやすみなさい。アプモンデータラボ、今日のアプモンはポセイドモン、ウラノスモン、ハデスモンよ。みんな神アプモンだ。3体ともすっごく強いのよ。今日のアプリ格言、神アプモンの能力はもはや人類の理解も超えている。でもみんなリヴァイアさんに食べられちゃうなんて。しかもガイアモンまで。こんな展開超乗れない。超、俺が言おうとしてたセリフ、横取りなんてドッカンバッチなんだから。アプモンデータラボ、今日はガイアモンだ。我こそは世界の英知を得た創世の神ガイアモン。俺の最強の進化系だ。速攻食われちゃったけど、お腹の中でも結構元気だったぜ。それ威張るとこ。でも信じてるよ、力を合わせて絶対脱出できるって。ああ、今日のアプリ格言、進化とともに絆も強くなる。だな。